はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、蕎麦焼酎ですね。雲母の、カップ酒。カップパターンのやつですね。本格焼酎。蕎麦焼酎。アルコール度数20度。自然豊かな宮崎、五ヶ瀬蔵で、厳選した蕎麦と九州産地の清冷な水で丹精込めて作り上げた。すっきりとした甘さ、爽やかな香りの本格蕎麦焼酎。蕎麦焼酎ってのは俺飲んだことあったかな？多分ないですね。うん。原材料が蕎麦と麦麹と米、かっこ国産。内容量が 200ml。雲母酒造株式会社綾工場宮崎県ですね。宮崎県、のところです。蕎麦焼酎。蕎麦か。俺は蕎麦アレルギーじゃないですからね。だって死にます。蕎麦アレルギーでこんなの飲んだら大変なことだろうね。じゃあ飲んでいきたいと思います。これでいきなり蕎麦アレルギー発症したらどうしようか。乾杯。やべえな。味の違いが全然わかんねえ。蕎麦っていうのは結局のところ、なんですかね。草？確か種とかじゃなかった。蕎麦の実みたいな。なんか、胡椒みたいな。あれでしょ？蕎麦焼酎。蕎麦焼酎。いや、全然、麦焼酎と味、わかんないですね。ガチでわかんないんだけど。どうしようかな。何もわかんない。まあ、確かに麦っぽい気はするんだよね。なんか。でも、麦よかは、香類焼酎っぽい。というか、でも、香りがなんか、芋焼酎に似てるな。なんだろう、全然わかんない。なんだこれ。全くわからんぞ、俺。蕎麦焼酎。全然味の違いがわからないね。どちらかっつうと、芋よか麦っぽい感じはするんだよね。ほとんど麦なんじゃない？正直味の違いが全然わからないですね。本当に何が違うのかが全然わからない。やべえな。俺やばいのかなーっていうぐらい全くわからない。本当に。蕎麦焼酎ウィキペディアで見ました。味わいは、麦焼酎よりさらに軽く癖が少ない。ああ、やっぱり、道理で。正直はっきりで、焼酎の、その癖がなさすぎて、焼酎香類レベルだもんね。味が。ほとんどわかんないです。あ、ちょっと変わった味の香類焼酎だな、ぐらい。レベルです。
蕎麦屋において蕎麦を茹でた蕎麦湯で割った蕎麦焼酎を提供している事例も多く見かける。蕎麦湯で割った方がうまいんじゃないのこれ。普通に。蕎麦湯美味しいですよね。俺好きですけど。やっぱ若干香ばしい味わいですね。蕎麦焼酎。なんかこれは、俺なんか間違ったこと言ってない？これ、雲母じゃなくて、雲海じゃない？今気づいた。これ、雲海じゃん。名前、雲海でしたね。左遷。雲母ってなんだよ。あれかよ。雲母って、なんだっけ。なんか、理科で習ったぞ。雲母って。違ったっけな。なんか、石の、あの、なんとか石とか、雲母石とか、なかったっけ？まあいいや。これは別に全く俺、好きじゃないっていうか。好きじゃないっていうか、買う価値がないっていうか、味に癖がなさすぎて、あの、焼酎香類買った方がいいぐらいの、レベルですね。あ、やっぱ、蕎麦焼酎って蕎麦っていうのはあれなんだ。なんか胡椒みたいな粒々のやつですね。全然癖がなさすぎる。これは面白くもなんともない。これお湯割りとかで飲んだ方が多分、わかりやすいんじゃないかな。蕎麦。正直蕎麦っていうのがいまいちどういうやつなのかがわかんない。蕎麦は穀物の蕎麦の実を原料とし、加工した日本の麺類の一種。蕎麦の実。だそうです。まあ大体蕎麦ってさ、まあ名前の通り、麦って書くじゃないですか。蕎麦の麦が麦って書くんで、ほとんど麦の味と何ら変わんないですね。はっきり言って、麦焼酎って本当にわかんない。本当に言って、あの、俺の舌がアホなんじゃなくて、多分。あの、ガチで全然わかんない。正直。しかも多分この、雲海っていうのは、さらに、多分、まあ、いわゆる安価な部類。あの、いわゆる麦焼酎でいう、イチコみたいな。存在だと思うんで、余計多分癖がなさすぎるんだよね。麦焼酎よか癖がないっていう時点でも、俺の中で麦焼酎は癖のないもんだと思ってるから、さらにそれが癖ないとなるともう、俺わかんないよ。本当に。芋焼酎大好きな人間から言われてると、あの、全然わかんないよ。本当に。蕎麦焼酎とか、ここら辺はもう、今日、さっきね、あの、ちょっと動画でね、見たんですけど、ホッピーのね、ホッピーはイチコで割るのがいいんだって。違う。イチコをホッピーで割るのがいいらしいです。美味しいらしいです。だから、雲海はこれ、ホッピーとかで、何かしらで割って飲んで、
うん。芋焼酎はほら割るのには向いてないから、あれ癖強すぎるからね。やっぱストレートかロックとかでいただくのが一番うまいんですけど。やっぱ蕎麦焼酎とかはやっぱりなんかで割るのがいいんじゃない？やっぱ蕎麦湯で割るのが一番なんでしょうけどね。蕎麦湯で割りたいよね。いや、でもこれはちょっと残しとこう、半分ぐらい。残しといて何かで割って飲もう。これ。それこそホッピーかなんかで。なんかで。うん。水割りか、ロックで飲むかとか、した方が絶対美味しいと思うけどね。蕎麦焼酎、これロックで飲んだらうまいのかな？わかんないけど。蕎麦全量、蕎麦焼酎とわりっていうのがありますけど。蕎麦全量による蕎麦本来の香りと味わい。一般的な蕎麦焼酎には原料に米や麦が使用されています。これは蕎麦麹の製造がこれまで困難とされていたからです。蕎麦の実は非常に種子が固く、また蒸すと表面の粘性が高くなりすぎる性質があり、麹菌の付着と菌糸の生育が難しいためです。そこで一般的な蕎麦焼酎は米や麦を麹として使用。また製品によっては二次仕込みにも米や麦をしているのです。しかし、独自技術によりこの蕎麦麹の製造に成功。この蕎麦麹を使用することで今までにない蕎麦原料 100% の蕎麦焼酎が、おお、これすごいんじゃない？蕎麦焼酎、10割って書いて、とわりって読む。これ美味しそうだね。まあ、せっかくだからやっぱり、味の濃いやつを飲みたいよね。これ薄すぎる。はっきり言って。蕎麦焼酎、とわり。なるほどね。でもこういうのはやっぱり蕎麦湯で割るのが一番うまいですよね。蕎麦茶ロックだって。ああ、蕎麦茶なんてそういえばあるな。蕎麦茶ね。ロックで飲もうかな、今度。ロックかお湯割りで飲もう。はい、ということで。コクはほとんどない。コクはほとんどない。ので、今日が4月7日。コクがほとんどない。ないっていうか、ほぼ焼酎だからな。香類焼酎ですよ。大五郎とか。あれ系ですよ。コクもあったもんじゃない。まあ、若干あるっていうことにしといて。甘み。普通でしょ。香り。普通でしょ。いや、香り。焼酎の香り。これはちょっと、おすすめはしない。これはおすすめはしません。だって、何を飲んでるか意味がわからないんだもん。2331です。まあ、これは適当にロックでいただこうかな。それではご視聴ありがとうございました。